こんにちはスタイリストの大山俊ですいやー暑いですねまさすがにこんなに暑いとおしゃれなことなんて考えてらんないよという男性は多いかなと思うんですがそんな皆さんに朗報です今回の動画では真夏に必要なアイテムは この5点だけでいいというですね、超手抜き企画をやってみたいなというふうに思っています。まあ、秋風であれば、いろんなものを重ね着しながら、様々なですね、着こなしを楽しむという方法もあるんですが、こんなに暑いとですね、そんなに頭を使ってコーディネートに工夫しようという気持ちは、僕は起きづらいのかなというふうに思っています。まあ、おそらくですね、皆さんも同じような気持ちかなと思うので、今回はですね、なるべくミニマリスト的に、この5点があれば、なんとか回る いいじゃないかという形で、僕の方でアイテムをピックアップしてありますので、その情報をですね、皆さんと一緒にシェアをしてみたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは、大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしています。まあ、こちらの無料版の YouTube では、ユニコウですとか、GU グローバルワークだとか、そういった低価格帯のですね、商品をお勧めすることが多いんですが、まあ、中級者向けのですね、セレクトショップのオリジナルだとか、ドメスティックブランドのアイテムなんかに関しては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップ。 チャンネルの方で解説をしますので気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っていますそれでは早速いってみましょう はい。ということで、ここからはですね、具体的なアイテムを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず1点目はですね、こちら。もうユニクロ U のエアリズムですね。オーバーサイズの T シャツなんですが、これはですね、もうミニマリスト的に過ごすのであれば、もう鉄板、間違いなく持っておいて損のないアイテムかなと思ってます。まあ、カラーバリエーションがすごく多いんですけど、その中で個人的に一番ですね、今季推してるのは、このオリーブという色合いなんですね。 これがね、なかなか良くて、個人的にもですね、すごく気に入ってるんですね。というのも、T シャツ1枚だと、結構地味に見える問題があって、もちろんですね、定番的なホワイト、こういったものもいいんですよ。確かにいいんだけども、ここまでシンプルだと、なかなかですね、イケメンだとか、高身長だとか、もしくは雰囲気イケメンじゃないと着こなせないんですよね。ですので、ちょっと地味になりがちなこういったホワイトよりは、個人的にはですね、こういった、ちょっとですね、色味の綺麗な T シャツの方が使い勝手 がいいんじゃないのかなというふうに思っています ま、このユニクロ U のエアリズムに関しては、サイズ感も今っぽく少しゆったりめですね。僕はあえてワンサイズ上げて、普段 S を着ることが多いんですが、こちら M を着ているわけなんですけども、こんな形でゆったりに着ていただければ、T シャツ1枚でも地味になりすぎないし、今っぽさも出るし、なおかつぽっちゃり体験の男性だったら、お腹周りも隠せるしというところで、まあ、3拍子揃ったのが、このエアリズムタイプかなというふうに思ってまして、まあ、こちらをですね、ユニフォーム的に1枚は最低でも持っておいていただければ、 いいただででですすし個人的にはですね1枚だけじゃ足りないのであとはですね、こういった、まぁ、あ、ちょっとネイビーなんですけども、明るめの色合いですね。まあ、ネイビーの中でも黒に近いようなものではなくて、少しロイヤルブルーのような色合いがすごく綺麗なので、これもですね、ローテーションの1枚として僕は着ています。このですね、2タイプがあれば結構回せるかなと思うんですが、もう少しシルエットに関しては大人っぽい方がいいかなという場合は、プラシエのこちらですね、スーピーマコットの T シャツ、こっちの方がちょっとスッキリとしているので、 ややゆとりはあるんだけども、大人っぽさが出しやすいかなと思うんで、まあ、このですね、二択でいいかなと思ってます。まあ、どっちかを軸足にして、1枚もしくは2、3枚という形で持っておけば、間違いがないかなと思うんですが、まあ、今回はですね、ミニマリスト的にアイテムをですね、なるべく少数声援にしたいという傾けに動画を発信してますので、まあ、こういったユニクロもいいんですが、せっかく量を少ないのであれば、 ちょっと投資をしてもいいかなという場合は、まあ、ちょっと価格帯を上げて、セレクトショップのオリジナルですね。先ほど僕が着ていたのは、ユナイテッドアローズのオリジナルの T シャツなんですけども、こういった無地 T シャツの中でも少し価格帯を上げてみるともいいかなと思うので、まあこの3択の中から1つの方を選んで、場合によっては2、3枚ですね、買い足していただければ、夏場はですね、結構回せるんじゃないかなと思うので、ぜひこちら T シャツはチェックをしていただければなというふうに思っています。 はい、続いて2点目なんですけども、こちらですね。 オープンカラーシャツ、これもですね、定番アイテムで、まあ、ミニマリスト的に過ごすのであれば、まあ、一枚あって損はないのかなというふうに思っています。今僕が着ているものは、ユニクロの今季のですね、オリーブのオープンカラーシャツになってるんですが、まあ、かなりですね、カラーバリエーションが多くて、僕は今回ですね、ブラックとこのようなオリーブを買ったんですが、まあ、個人的にはですね、このオリーブすごく色が良かったかなと思うので、まあ、夏場に着るのであれば、このような色すごくいいかなと思っています。まあ、正直ですね、ブラックだとかネイビーの方が、 に持ってきた時に引き締まって見えるんですがある一つの理由があって僕はですねあえて上半身はですね黒とかネイビーではなくてこういったオリーブだとかもしくは結構ベージュも良かったりしたのでその二択がいいんじゃないのかなというふうに思ってます、まあ、上半身にこのようなオリーブのような人との違いが出るようなものを選ぶと少しこなれて見えますしベージュもですね明るさがあってすごくいいかなと思うのでこのようなオープンカラーシャツが1枚あれば間違いなく使い勝手がいいかなと思ってます まあ先ほどはですね、T シャツをお勧めしたわけなんですが、トップスのバリエーションとして T シャツがあって、そしてオープンカラーシャツがあれば結構回ってしまうんじゃないのかなというふうに思っています。で、今はですね、僕はユニークロものを着ていますが、もうちょっと価格帯を上げてもいいかなという方はですね、まあ、個人的に今季一押しはこれですね。もうグリーンレーベルのオープンカラーシャツの このダークグリーンの色合いですね。確かケリーという名前だったと思うんですが、これがですね、色合いが綺麗で、差し色的にもですね、すごく映えるので、大人の男性には一押しですね。結構ですね、僕は動画の中でもたびたび紹介していたので、もう在庫がなくなっていたんですが、この前オンラインサイト見たら在庫復活していましたので、ぜひこちらもチェックをしていただければなというふうに思っています。まあ、オープンカラーシャツも2パターンぐらいあったら便利なんですけども、まあ本当にですね、1種類あれば十分かなと思うので、 ユニクロで気軽に揃えるか、セレクトショップのオリジナルを買ってみるか、この2択でいいかなと思うので、ぜひ皆さんチェックをしていただければなというふうに思っています。 はい、続いて3点目はですね、ボトムスなんですが、その前ですね、先ほどご紹介したユニクロのエアリズム、ネイビーを着てみたので、それも見ていただければなと思ってます。まあ、色合いすごく綺麗ですよね。ネイビーの中でも少しナスコンのような綺麗な色合いで、これは上品ですごくいいなと思ってますので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思ってます。そして3点目のですね、ボトムスは、まあ、この動画の中でもですね、散々お伝えしてきているユニクロのスマートアンクルパンツを履いているわけなんですが、 こういった綺麗めなブラックですとかネイビーのスラックス調のアイテムで、まあ、腰がちょっとですねゴムが入っていたりだとかドローコード、まあ、紐ですねこういったものでサイズ感を調整できるようなイージーパンツみたいなものはやっぱりですね使い勝手がいいかなと思いますし1本あればもちろん夏も使えますし1年を通して使い勝手がいいので これはですね、ミニマリスト的に回すのであれば、鉄板のボトムスかなというふうに思ってます。まあ適度にですね、腰回りにはゆとりがあるんですが、膝から下テーパードが効いていて、すごくバランスがいいのがこのパンツかなというふうに思ってます。まあちょっと話は変わるんですけども、先日ですね、 青山だとか表参道あたりを歩いていて、まあ、その時にですねおしゃれな人をですねめちゃくちゃ観察していたんですけどもまあ、結構ですねセンスのいい方のボトムスはもう断然ですねこういったブラック系のパンツが多かったんですねやっぱりなんだかんだで使いやすいですし上半身にちょっと華やかなものだとか派手なものを持ってきてもボトムスで引き締めればですね結構バランスが取りやすかったでするので本当におしゃれが苦手な方から中級者上級者の方までこういったブラック系のパンツ とといううののはもう鉄板なのかなか思っています一方でブラックのスキニーデニムみたいなものも今までの定番だったんですがちょっとですね最近はブームは一段落していまして、まあ、特に僕ら世代だと足がムチムチ感出てしまうのはあまり清潔感が漂わないのでこういったスラックス調のアイテムの方が、まあ、はるかにですね使いやすいですし似合う人もですね限らないのでおすすめしやすいかなというふうに思っています。まあ、適度にゆとととりりがががあるるのののででで風が通り抜けやすすいいいいいうところも使い勝手がいいので、まあ、なるべくですね洋服の数 をを増やししたたくななないいのののでであれればばこスマートアンンククルパ,ンツ,ンクルパンツは鉄板かとと思思うのでぜひチェックをしててだければなと思ってます、まあ、ちなみにですね、色に関しては、ブラックもいいですが、ネイビーもいいかなと思ってまして、最近はですね、ネイビーを買い足したんですね。まあ、比べてみるとわかるんですけども、遠目でもですね、ほとんど違いは出ないかなと思うんですね、まあ。ブラックの方がよりシャキッとしますが、ネイビーの方が少しですね、柔らかい色合いになるので、個人的にはですね、ネイビーのような色合いもすごくいいかなと思います。ちょっとや 柔らかいい印象を出したい人はネイビーシャキッとですねかっこいい感じに仕上げたい方はブラックという形で2択のうち気に入った方をですね選択していただければなというふうに思っています。 はい、続いて4点目はですね、今僕が履いているようなショートパンツになりますね。まあ、このようなアイテムはもう夏、なるべく快適に過ごしたい男性であれば、まず間違いがなくですね、持っておいた方がいいアイテムかなと思っています。今履いているものは定番のグラミチですね。まあ、グラミチのショーツは僕にとってはですね、なくてはならないもので、毎シーズンですね、必ず履いているものなんですが、まあ、こういったものであれば、かなりですね、使い勝手はいいので、ぜひ皆さんも1本は持っていただければなと思っています。 で大切なのはショートパンツの色なんですがこのアイテム自体がかなりカジュアルなのでそこに色選びまで遊んでしまうと どうにもですね、僕ら世代には似合いづらいので、もう鉄板はですね、ブラックですとか、濃いネイビーのようなものですね。こういったもので一定の綺麗さというところをですね、意識していただけるとバランスがいいのかなというふうに思っています。まあ、このようなグラミチも鉄板でいいんですが、まあ、今僕が持っているですね、ユニクロのナイロンギアショーツですね。これも鉄板ですね。まあ、今季これもですね、おすすめしているんですけども、まあ、シャカシャカ系の素材ですごく使い勝手がいいんですね。まあ、こういったものであれば、水遊びだとか、アウトドアでもですね、 活躍してくれるので個人的にはこの素材感すごく気に入っています今履いているグラミチのショートパンツもストロテックス使ってるんですが同じような質感でこれまた使い勝手がいいんですね。 まあちょっとスポーティーな素材感なんですけども、色を引き締めてあげれば、そんなにカジュアルに見えすぎないので、バランスがいいのかなというふうに思っています。で、ショートパンツはですね、竹の長さだとか、あとは裾のですね、太さによって見え方が変わってきて、このあたりにも注意が必要なんですが、そのあたりのですね、詳細に関しましては、僕がですね、過去に撮った動画の中にですね、ショートパンツの合わせ方ですとか、選び方についてもちゃんと用意をしてますので、そちらの方でチェックをしていただければなというふうに思っています。 はい、続いてラスト5点目はでですすね、ね。靴なんです、ね、ちょっと今見えづらいので上に上がってみたいなと思うんですが、まあ、僕の中でいろいろと迷ったんですが靴何か一つに絞るのであれば今履いているようなサンダルですね。 手羽のサンダルをちょっと上げてみたいなというふうに思ってます。まあ、こういったサンダルにもですね、様々なバリエーションがあって、ビルケンシュトックのアリゾナとか、あとはですね、グルカサンダルだとか、まあ、他にはリビエラのスリッポンとか色々あるんですけども、夏場にですね、快適に履くのであれば、こういったサンダル系はやっぱりあると便利かなと思ってます。今の着こなしとしては、T シャツ、スタンパン、サンダルというめちゃくちゃカジュアルな着こなしなんですが、色味をですね、ネイビーだとかブラックのような濃い色でまとめて、 てしまってサンダル自体もですねブラックであればそこまでですね NG ぐらいのカジュアル感は出ないので色合いでですね冒険をしなければまあ、ギリギリ30代後半ぐらいの方までだったら着こなせるかなというふうに思っていますもちろん短パンに対して手刃のサンダルも合うんですけども先ほどご紹介したスマートアンクルパンツとこのような手刃のサンダルも結構相性がいいのでまあ、そういった着こなしもできるので一足あると様々な着こなしには使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思っていますまあ ただですね、ちょっとサンダルじゃカジュアルかなと感じる方はですね、まあもう定番ではあるんですが、 こういった白系のレザースニーカーですね。今持っているのはですね、ジャーマントレーナーですね。こういったものを使っていただいて、ちょっと綺麗さを漂わせるのもいいかなと思うので、まあ、30代後半までは手羽のサンダルがあれば十分かなと思いますし、40代以降の方であれば、鉄板は白レザースニーカーで、ちょっと綺麗さを出すというところで調整をしていただければなというふうに思っています。まあ、個人的にもですね、手羽のサンダルは気に入っていて、結構足首をしっかりとフォールドしてくれるので、割とですね、長時間歩いても疲れないですし、 場合によってはちょっとぐらい走っても全然大丈夫なのでかなり使い勝手がいいかなと思うのでぜひ皆さんもですね定番となった手羽ですねチェックをしていただければなというふうに思っています。 はい。ということで、今回の動画では、ミニマリスト的に揃えておきたい、夏の鉄板アイテムベスト5というテーマで、皆さんに動画をお届けさせていただきました。どれもですね、ベーシックで使いやすいものばかりなので、まあ、この夏ですね、まだ持ってない方は、今からでも全然間に合いますので、一つずつ買い揃えていただければなというふうに思っています。 ま、なるべくですね、夏場の着こなしというのは、少数精鋭でアイテムを揃えた方がいいかなと思うんですね。というのも最初にお伝えした通り、なかなかですね、重ね着もしづらい季節ですし、しかも着こなしについてあれこれ悩むのが面倒くさくなる時期かなと思うので、まあ、ユニクロぐらいの価格帯でサクッと揃えるか、もしくはですね、少数精鋭でちょっと質のいいものを揃えるのか、この二つはですね、人によって考え方は様々かなと思うんですが、ぜひ皆さんもですね、どちらがいいかなと検討しながら、日々の着こなしをですね、楽し 楽しいいいただければなという,ふうに思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですねなるべく分かりやすく解説したいなと思ってますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみにおししゃれ初心者者かから中級者へステップアッププアませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします 大山旬のメンバーシップチャンネル。